でも、別料金は支払えないよ。お金は取らないから、心配しないでいいのよ。彼女は私の言葉も受け流しながら、さらさらと浴衣を脱ぎ始めた。やっと今日から休みか。待ちに待った休み、出張でやってきたこの土地が、自然豊かで最高だ。 三日間の出張の後の休日が待ち遠しかった。出張の後に休みがあれば、現地でゆっくりするのが私の楽しみだった。今回私が宿泊するのは、駅から近く、ロケーションも最高の宿だ。老舗旅館ではあるが、廃業寸前だったこの宿。数年前に若いやり手の女将が来て、 立て直しを図ったようなのだそれが口コミで広がり取材が来るほどの有名な旅館になっていた「せっかくならこの機会に」と予約をしたのだここが大きな門の前に立つとその雰囲気に圧倒されたこの寒い時期には余計温泉の煙が濃く立ち上って趣があった。 中に入ると、出迎えてくれたのは若おかみ。ようこそいらっしゃいました。若おかみのさなえと申します。この旅館は、客室も少なく、客数が限られていることもあるが、一人に対して手厚い接客がある。客室に通されると、部屋の中を案内された。素敵なお部屋ですね。ありがとうございます。 そう言って微笑む顔は、とても上品だった。また、お食事の際に参ります。され際まで、一秒も隙のない、洗練された動き。私は目を離すことができず、その姿を見送った。一人で過ごすには、贅沢すぎるほどの広さに、感動しながら荷物を広げて、自分の生活スペースを作り始めた。 それにしても、この宿はいいところだ。廃業寸前だったとは考えられないほど、素晴らしい宿だった。数年前までは、後継ぎもおらず、取り壊しの予定までしていたこの宿を、建て直した若女将は、相当な経営者だったのだと思う。見た目は華奢で、年もまだ若い。年齢は私と同じか、少し上くらい。 彼女と比べて私はいつまで経っても会社の駒。やりたいことがあっても踏み出す勇気はなく、ずるずると引きずっているうちにこの歳になってしまった。周りは当たり前のように結婚し、家庭を持っているのに、出張ついでに休みを満喫している独身男性。誰もいないひどい部屋で私は、 はあ、とため息をついたその時部屋の扉をノックする音が聞こえた失礼いたしますお食事をお持ちしました若女将の声だった食事を丁寧に運び説明してくれるが私は緊張してあまり頭に入ってこなかったこのお高い雰囲気がそうさせているのか若女将の妖艶な所作からなのかは 自分でもよくわからなかったがなんだか不思議な気分になってしまうではお楽しみくださいそう言って立ち上がる若女将の早苗さん綺麗な人だな私は豪華なご飯を食べながらぼーっと外の景色を見ていた食事が終わりお酒を飲んでいると食器を下げにまた部屋に来た早苗さん またその姿に見とれていると、さないさんと目が合ってしまった。いかがなさいましたか微笑みながらそう問いかける優しい声に私は戸惑った。い、い、ええ、何も。そうですか。少し気まずくなってしまった空気を何とかしようと私は話題を変えた。旅館の建て直し、苦労されたんじゃないですか サナイさんは笑顔のまま。大変だったけど、あなたのような素敵なお客様に出会えたからやってよかったと思います。予想していない答えに私は言葉を詰まらせたが、動揺を隠すかのように。あ、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。ととっさに返事をした。サナイさんは。冗談で言ったわけじゃないですよ。私の、 タイプですそう言って私の後ろから手を回してきた早苗さんの発言はどんどん意味深になっていくお風呂上がりにまた来ますね日焼きならすでに部屋に用意してやるなぜ部屋に来る必要があるのだろう違和感はあってもそれを断ることはできなかった気づいた時にはもう抜け出せなくなっていたのだ 来てもいいですよね。さっきよりも顔が近づいた彼女に、私の鼓動が高鳴る。はい。催眠術にでもかかったかのように、言葉が出てしまった。さないさんは笑みを浮かべると、そのまま部屋を出て行った。そして、気持ちが高ぶったまま私は、一人で風呂に入り、なるべく早めに上がった。もうすぐ、 早苗さんがここに来る。楽しみな気持ちが強くなっていた私は、自然と急いでしまった。しかし、しばらくしても、彼女は顔を出さなかった。まだ忙しいのかな。そうは思ったが、待ちきれず、部屋をうろうろとし始めた。時計は間もなく、0時を過ぎようとしている。なんだ、ただの冗談だったのか。 私はため息をついて仕方なくビールを開けた。飲んで今日は寝よう。半分焼け酒のように酒を飲むと体がふわふわし始めてすぐに眠くなってしまった。このまま眠りについたら今日のことは夢だったかのように忘れるだろう。そんな風に思いながら眠りについた。すると深夜一時頃。 誰かの気配で目が覚めた静かに部屋に入ってくる音がするだ誰鍵は閉めたはずそれなのに入ってこられたということはわずかな期待が当たっていたようだ早苗さんごめんなさいね遅くなっちゃってそう言った彼女は結んでいた髪をほどいた きっちりとした着物ではなく、浴衣のような形装に変わっている。長い髪がやけに艶っぽい。待ったえ、いえ。そう答えるも、さないさんは机の上に置いてあった大量の空き缶を見て笑った。さっきまで起きて待ってたんでしょうっかり寝落ちをしてしまったので、片付けなどできていないのだ。すべてを見透かされてしまい、 若干気まずい仕事が長引いたのいろいろと大変でね隣に寝そべり随分親しげに話す彼女に私の心臓は大きく音を立て始めたさ早苗さんは帰らなくていいのこんな綺麗な人になら恋人もいるだろうと思っていたしかし早苗さんは私に抱きついて離れない 男がいいるるんじゃないかってて心配してるの大丈夫よ。私は独り身だから。男なんて一言も言っていないのに、さなエさんは質問の確信をついてくる。だから、いいでしょ強引すぎるような気もするが、嫌ではない。出張の疲れを癒す旅で、こんな綺麗な人と過ごせるなら。でも、 別料金は支払えないよ。お金は取らないから、心配しないでいいのよ。彼女は、私の言葉も受け流しながら、さらさらと浴衣を脱ぎ始めた。私は、その姿に息をのんだ。さないさんの覆いかぶさるようなキスに、意識が飛びかける。お酒のせいもあるだろう。私は夢心地の中でも、 必死に彼女に答えようとした。ありがとう。私が必死なのに気づいたさなエさんは、余裕な表情でそう言う。完全にあちらのペースだ。でもこのまま、好きにされるのも悪くない。それに相手がさなエさんなら、そうしておいた方が、快楽に溺れられると思ったのだ。さなエさんの唇が離れると、今度は私の耳に、 キスをしてきたそのくすぐったさに私は思わず身をすくめる「かわいい」「早苗さんは大人っぽい声でそうささやくと私を優しく誘ったそれからは快楽だけが脳内を支配していたそして朝起きると早苗さんの姿はなかったその次の夜も私たちは一緒に夜を過ごした」 そのうちに私は彼女に依存して彼女を求めるようになっていたのだ今日は何時頃になりそう食器を片付けに来た彼女に私はそう耳打ちをした少し早めに終われると思う今日は12時には行くわそんな秘密の会話も興奮する明日の夜が最後ね私の腕枕で眠る彼女は 少し寂しげにそうつぶやいた。ああ、目を背けていたが、もう現実は目の前まで迫っていたのだ。寂しいわね。素直にそんなことを言ってくれるなんて、余計に彼女への愛おしさが増す。明日の夜は、ずっといてよ。いつもすぐに帰っちゃうから。私は甘えた声で、彼女にすり寄った。 そうね、小さな声で答えた彼女の表情がいつもと少しだけ違うような気がしたがその訳は聞かなかった聞いてしまったら早く夢から覚めてしまうような気がしたからじゃあおやすみ私はそう言って彼女に背を向けて眠ったそのうち彼女は静かにいなくなる今日はなぜかいつものように すぐに眠れなかったただ目を閉じているだけもう寝たかしらそう言って私の顔を覗き込む気配がしたおやすみそう言うと彼女は私の頬にキスをして部屋を出て行った翌日彼女は姿を見せなかった食事を運ぶのも違う従業員が対応しているのだ どうしたのかと聞きたい気持ちもあったが、怪しまれるのをやけに恐れて、躊躇してしまった。しかし、夜が近づくにつれて、我慢ができなくなっていた。最後に会うはずだったのに、このまま帰りたくない。あ、あの、若女かみのさなえさんは女性にそう聞くと、衝撃の事実を聞かされた。さなえさんは昨日で、 ここを辞めたのだ、と。そ、そんな。今月いっぱいで彼女は退職する予定だったという。そんなこと一言も言っていなかったのに、どうして胸が締めつけられるように痛く、虚しさだけが渦巻いていた。彼女はもう戻らないんですか。変な客だと思われてもいい。どうしても彼女にもう一度。 会いたたかった従業員は、わからない、と言うが、諦めきれなかった私は、支配人に聞いてもわからないか、なんとかして知りたいんだよと詰め寄った。その圧力に負けたようで、従業員は、サナエさんがどうやら今日の夜、残った荷物を取りに来るらしい、という情報を教えてくれた。ありがとう。君から聞いたことは内緒にしておくから。 夜ただひたすらに彼女の車らしきものが駐車場に停まらないかと張り付いていたすると深夜駐車場に停まった一台の車その中から一人の女性が出てきたサナさんだすぐにそう確信すると急いで外へ出たサナさん従業員入り口の手前で私に呼び止められ 驚いた顔をしている彼女あらまだ起きていたのすぐに目をそらして平静を装った早苗さんだが私はそんな彼女を抱きしめていた外よ誰かに見られたらもう見られてもいいだろうそう言うと私は強引に彼女の唇を奪った何で言ってくれなかったの唇を離して見つめ合ったまま 私は彼女に問いかけた。彼女はうつむいて。早くお部屋に戻って。寒いわよ。という。私は彼女の顎を掴んで、強引にこちらを向かせた。質問に答えてよ。どうして少し涙目になった私を見て、彼女は頬に手を添えた。泣かないでよ。お客様と若女将。ただそれだけの関係よ。 その言葉に、妙に苛立ってしまった。なんだよあんなに好きにさせといて、最後はそれいつも温厚で、物静かな私の反抗に、早苗さんは一瞬、ビクッとした。しかし、私の勢いは止まらなくなってしまった。今夜は、一緒にいてくれるんじゃなかったのごめんなさい。でも、もうここにはいられないの。 離れようとする早苗さんを抱きしめて離さなかった私どこに行くの迷惑かもしれないそんなことは分かっているでも彼女を好きになったこの気持ちはもう無視できないしばらく東京の実家に帰るわ早苗さんはこの旅館を建て直したことで一つの目標を達成し少し休憩することを選んだようだ 東京私も東京で仕事をしている彼女が東京にいると言うならいつでも会いに行けるそれなら俺と付き合ってよ私自身自分がこんな積極的になれるなんて思わなかった気づいた時にはその言葉が出てしまっていたのだえっ早苗さんにとってはただの客かもしれないけど俺はあなたが好きだ 気づいたら好きになってたんだ絶対に幸せにするただの片思いだったらこんなに滑稽なことはないそれは分かっていたが全部覚悟の上だ彼女がどういう返事をしようがもう後悔はない本当は今夜最後に彼女を抱いてそう伝えるつもりだっただから伝えられただけで満足だ私は 黙ってしまった彼女を見て敗北を確信しかけていたやっぱり無理だよないいのえ本当に私なんかでいいの遠慮がちに伝えてくるその声に愛おしさがこみ上げる当たり前だろうそして私たちはその後、東京で再会し正式に交際を始めた 今まで一人で頑張ってきた彼女を幸せにしてあげたいそう思っている。